件数が160件、そして企業へのアプローチ件数が6000件の目標を掲げてまして、3つの戦略で進めていく方針、重点的な分野でございます。自動車関連、食品関連、医薬品、化粧品関連、ロボット、 AI との7分野であります。また知事自らですね、立地された企業、そして既存の企業へのフォローアップ要望等への対応を図るためのしっかりとした対応されると。で、戦略の2番目なんですけども、全国各地から埼玉県へ企業立地を検討している企業の情報収集や、まあ、相談に対してきめ細かく対応できるように、オンラインによる相談予約システムの構築と、ウェブ会議システムを活用したオンラインの相談窓口の設置であります。そして3つ目は、ワンチーム埼玉の誘致体制の構築です。まあ、県、市町村、金融機関、不動産業、そして建設業など事業者等と、まあ、企業誘致やフォローアップの推進のためにですね、この連携体制を構築して、まあ、全国に発信していくことです。つまり、企業誘致を進めていくためには、このように知事自らが先頭に立ってですね、まあ、取り組むことが極めて大切であると考えます。まあ、そこで伺います。まあ、企業誘致に対してですね、この知事の見解と本県ではどういう戦略なのか、企業誘致取り組んでいるのか、お答えください。また、埼玉県は世の中のデジタル化の流れをいち早く取り入れてますが、本県でのですね、この企業誘致にはどのようにデジタル化を進めていくのかお答えください。まあ、次に子ども医療費の窓口負担ゼロについてですが、まあ、代表質問で質疑が交わされているので、まあ、要望に変えます。去る5月の19日に子ども医療費の窓口負担ゼロの実行委員会ですね、翔太知事に72,716人分の署名の提出されたわけですよ。で、多くの県民の方々が、長田さんと、巨額の税金を投資されてまで、スポーツコンベンションセンターの整備は進めているのに、なんで子ども医療費窓口負担ゼロについては財源的に厳しいと知事は言うんですか。もうそういう方、本当多いんですね。つまり、未来への子どもたちの健やかな安心を育っていただくためにもですね、これぜひですね、要望者に沿ってですよ、中学生ぐらいまで負担ゼロにしていただきますことを強く要望しておきます。質問です。本校区のまちづくりです。有識者などの検討委員会の議論を踏まえて、来年の3月末までに利活用の全体像を策定する方針です。また、私も所属しております、総合政策建設委員会、7月の中旬、香川県の高松市、また広島県の尾道市と広島市に、港湾を生かした街づくりの観点から視察をさせていただきました。中でもですね、この香川県と高松市の密な連携を図りながら、丁寧にしっかりと街づくりを進めていることが、本当に伝わってまいりました。まあ、いずれにしましても、この本校区のまちづくりは、検討委員会の考え方、で、私ども県議会の考え方、そして鹿児島省の考え方、まあ、それぞれあるわけですよ。つまり、知事がリーダーとして、この本校区のですね、利活用の全体像をまとめて仕上げるためには、強固なリーダーシップと、決断力と調整力が求められると考えます。そこで伺います。知事自身の、この本校区のですね、まちづくりに対してのビジョンがあるのかないのか。あるのであれば、お答えいただきたいと同時に、その考え方をですね、利活用の全体像に盛り込むべきであると考えますが、お答えください。また、鹿児島市長が北埠頭に検討されておりますサッカー島スタジアム、離島航路を残したまま人の流れと物流を積み分ける新たな方策、年内に示すとされています。しかし、県としては年度内に利活用の全体像をまとめる方針になることを考えるならば、鹿児島市長の方策が提示されるまで、北埠頭における利活用の検討が進んでいかないと危惧するわけですよ。そこで伺います。検討委員会で時間も限られている中、ゾーニングですね。どのように進めていかれるのか、スケジュールについてお答えください。以上、1回目の質問といたします。塩田知事。まず、鹿児島国体、全国障害者スポーツ大会への意気込みと来訪者及び経済効果についてであります。まずはじめに、天皇皇后両陛下が国体の総合開会式に、過去、内親王殿下が総合閉会式にそれぞれご臨席されることが、昨日、宮内庁から発表されました。この度のご来県を県民を挙げて歓迎申し上げるとともに、なるべく多くの県民の皆様と触れ合っていただきたいと考えております。両大会は本来2020年に開催予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、3年延期し、本年開催することとなりました。延期決定に際しては、スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本パラスポーツ協会など、関係の皆様に大変困難な調整をいただいたほか、佐賀県や滋賀県をはじめとする後催県の皆様にも、
本件の苦境にご理解を示していただきました。また県議会におかれてもスポーツ振興議員連盟が日本スポーツ協会および佐賀、滋賀の両県議会に早期開催の協力要請をされるなど多大なご支援をいただきました。多くの方々のご尽力により本年の開催が実現したもので、すべての関係の皆様に改めて感謝申し上げます。3年延期により鹿児島国体は国民体育大会としては最後の大会となり、来年の佐賀県からは国民スポーツ大会として開催されます。佐賀2024国スポ、全勝スポと合わせて2年連続での九州開催となることから、両県選手団に熱い声援を送り、両県の大会を双子の大会として盛り上げることとしております。また今年が奄美群島日本復帰70周年という記念すべき年であり、同群島で国体競技が開催されるのは初めてであることから、群島で実施される競技に奄美群島日本復帰70周年記念の環境を付しております。このように延期となったことにより、両大会には新たな意義も加わった大会になったと考えております。今月5日には私が本部長を務める町内の実施本部会議を開催し、延べ約3300人の職員を両大会の実施本部員として配置し、全庁を挙げて両大会の運営に取り組むよう指示したところであります。3年越しに実現した両大会がコロナ禍からの再生と飛躍を象徴する大会となることを目指し、県民はもとより全国の皆様にとっても素晴らしい思い出に残る希望に満ちた大会となるよう、市町村や関係団体等と力を合わせて両大会の運営に万全を期してまいりたいと考えております。また県民総参加のもと、真心のこもったおもてなしで選手役員をはじめ全国から来県される皆様をお迎えし、豊かな自然や食、歴史、文化、特産品など本県の多彩な魅力を満喫していただきたいと考えております。両大会の参加者数については、コロナ禍以前に開催された戦災県の実績を踏まえ約80万人を見込んでおります。経済波及効果については2020年開催前の民間調査機関による推計では、参加者数80万人を前提として619億円とされております。今大会終了後に改めて推計を行うこととしておりますが、両大会には県内外から多くの方々の参加が見込まれることもあり、宿泊、飲食による観光関連消費のほか、施設整備、大会運営等関連支出、またこれらの直接効果に伴う県内関連産業の生産誘発など、本県にとっては経済波及効果が、大きな経済波及効果が期待できるものと考えております。次に、鹿児島国体および鹿児島大会期間中における観光振興、農水産物の PR についてでございます。県内外から多くの方々の参加が見込まれる両大会は、世界自然遺産に登録されている屋久島、奄美大島、徳之島をはじめとする多様で豊かな自然や、和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛や、黒豚、ブリ、カンパチ、ウナギ、カツオ節、お茶、本格焼酎など、世界に誇れる食、優れた県産品の数々、そして個性ある歴史や文化など、本県の多彩な宝物を全国に向けて広く発信する絶好の機会であります。県としては、大会関係者に対し事前に観光パンフレットを送付したほか、来県される方々には観光地や農林水産物の情報を掲載した感染ガイドブックを県内の総合案内所でなどで配布しております。大会期間中は県や市町村をはじめ関係機関や民間企業等があらゆる機会を捉えて本県の PR を行うこととしております。例えば開会式および閉会式においては、鹿児島黒牛をはじめとする県産品を使った式典弁当を提供するほか、薩摩焼きで製作した参加賞の配布や、県の伝統的工芸品指定の和紙を使用した表彰状の贈呈などにより、県産品の PR を行うこととしております。国体大会期間中に設置されるおもてなし広場においては、食や特産品ブースでの鹿児島黒牛、お茶等の試食シーンや、各種ステージイベント等を通じて、本県の持つ豊かな自然や歴史、文化、農林水産物などの魅力を発信するほか、各競技会場を回ると特産品が当たるスタンプラリーも実施することとしております。
さらに鹿児島市内では、アミュビジョンにおいて県 PR 動画の放映を行うほか、鹿児島中央駅や天文館においては、県産食材を使用したオリジナルメニューの提供や、お茶や本格焼酎の振る舞いなどを行うイベントも計画されております。また、その他の市町村においても、地域の食や特産品、温泉クーポンの無料配布、マルシェの開催など、それぞれの地域の特色を生かした取り組みが行われることとなっております。本県を訪れる方々が来てよかったと感じ、国体大会後もまた来たいと思っていただけるよう、市町村をはじめ関係機関や民間企業等と一体となって、南の宝箱鹿児島の魅力を発信するとともに、心からのおもてなしを行ってまいりたいと考えております。次に、企業誘致に対する意気込みと戦略についてでございます。県においては、鹿児島製造業振興方針を令和3年3月に改定し、県内に一定の産業集積が図られている食品、電子、自動車関連産業に加え、今後の成長が見込まれる情報通信、ロボット関連産業などを重点分野として新たに位置づけたところであります。企業誘致についても、この方針に基づいて、令和7年度までの5年間で、立地協定件数延べ200件、新規雇用者数延べ1525人を目標に掲げ、積極的なトップセールスやきめ細やかなフォローアップを行ってきているところであります。トップセールスについては、昨年11月に大阪において本県に進出した大手企業や市町村等とともに、官民一体となって企業立地講和会を開催し、関西地区等に本社を置く約70社の皆様に対して、人材確保の支援策や産学科によるサポート体制、進出後のきめ細かなアフターフォローなどを PR したところであります。また、今年11月に東京で開催予定の同講和会においても、首都圏の電子関連企業や IT 関連企業など100社程度を招聘し、積極的なトップセールスを行うこととしております。フォローアップについては、今年7月に私自ら大手進出企業を十数社と意見交換を行い、各企業からさまざまな要望をいただくとともに、人材不足が企業誘致にあたって懸念となる中、本県の人材確保の取り組みについて説明を行ったところであります。また、機会を捉えて、進出企業の経営者の方とは直接お会いし、企業の投資動向や業界伝播等についてお聞きしております。今後とも鹿児島製造業基本振興方針に基づき、本県への進出に関心がある企業等に対し、アジアに近い地理的優位性や国内外を結ぶ充実した交通インフラ、電子関連の産業集積等の立地環境に加え、豊かな自然、食、歴史や通勤時間の短さ、家賃の安さなど、大都市にはない暮らしやすい生活環境といった本県の特性や魅力を丁寧に分かりやすく伝えるなど、私自ら先頭に立って誘致活動を戦略的に展開してまいりたいと考えております。次に、鹿児島港本港区エリアのまちづくりに対するビジョンについてでございます。鹿児島港本港区エリアのまちづくりについては、グランドデザインにおいて年間365日にぎわう拠点を形成するというビジョンが示されており、私としても今後本港区のまちづくりにおいて、こうした考え方が極めて重要であると考えております。同エリア一帯の利活用については、検討委員会において、スポーツコンベンションセンターの基本構想や、港湾としての機能を踏まえつつ、県全体に経済効果を波及させていくという視点を念頭において、グランドデザインの開発コンセプトに基づき検討を進めていただいているところであります。私としては特にウォーターフロントパークエリアとドルフィンポート跡地エリアが一体となって、県民に親しまれる空間となるよう、具体的な利活用の考え方について検討を行っていただきたいと考えており、スポーツコンベンションセンターの整備に向けた取り組みについても着実に進めてまいりたいと考えております。さらにその他のエリアについても、年間365日、にぎわう拠点を形成するというグランドデザインの開発コンセプトを実現できるよう、具体的な利活用の考え方を検討していただきたいと考えております。なお、今後は、ゾーニングの元となる本港区のまちづくりの方向性や、エリアごとの具体的な利活用の考え方を、エリアコンセプトプランとして取りまとめることを議論していただくとともに、ゾーニング素案について検討していただくこととしており、県としては本年度末の利活用の全体像の取りまとめに向け、必要な資料を整理し、お示しすることとしております。
平林商工労働水産部長。デジタル技術を活用した企業誘致についてでございます。県では企業誘致情報を総合的に紹介する専用のポータルサイト、鹿児島県企業立地ガイドを公開し、優遇制度メニューの検索機能を設けるなど、企業の担当者が知りたい情報を入手しやすくするとともに、同サイトへのアクセス性の向上につなげるため、職員の名刺に QR コードを掲載しているところでございます。また、企業訪問の際、タブレット端末を活用し、誘致関連情報をインターネットによって現場で即座に提供するとともに、公用用地などを動画で紹介することで、担当者の理解促進に役立てています。さらに、ウェブ会議により、企業、本庁及び県外事務所の地理的制約を解消した産地転換における打ち合わせを行うなど、デジタルツールを積極的に活用しているところでございます。安原土木部長兼本港区まちづくり総括官。鹿児島本港区エリアの利活用にかかるゾーニングの進め方とスケジュールについてでございます。北埠頭におけるサッカーとスタジアムの整備については、鹿児島市に対してグランドデザインとの整合性など8項目の課題について第5回検討委員会までに明らかにしていただくよう要請していたところでございます。これに対し第5回検討委員会では同市から次回以降しかるべき時期に説明していきたいと説明があり、委員長から市は課題などをある程度公安関係者と議論を詰めてから持ってきていただきたいと要請があったところでございます。このため次回の検討委員会までには同市から8項目についてご説明いただけるものと考えております。検討委員会は個々の利活用のアイデアの可否を判断するものではございませんが、サッカー等スタジアムも含め委員や県民等から寄せられた北埠頭の利活用のアイデアを検討要素として利活用の方向性について議論を進めていただくことと なると考えております。本国の利活用の全体像については本年度末の取りまとめに向けて検討委員会において引き続き議論を進めていただきたいと考えております。長田康秀君。事前から知事にですね、再質問させていただきますが、本港区のまちづくりについて、先ほど与那丸議員も質問いたしましたが、ビジョンがあるのかないのか、まあ、いわゆる360人数の、まあ、にぎわい空間とか、そういった話だったんですけれども、これ、仮定の話でございますけどね、今、鹿児島市が北埠頭の方でサッカーとスタジアムを整備をしていただけませんかということなんですが、これがですね、まだ今、今、部長がまさにおっしゃったように、次の段階だと思うんですけども、仮の話でございますけども、サッカーとスタジアムがなかった、もう鹿児島市が断念した場合。知事はその北埠頭に対してですね、どういうようなやっぱしことを考えているか、ゾーニングの話です。先ほど自分で申し上げました、ドリームポートはゾーニング的な部分でウォーターフロントパークと連動しながらコンベンションセンター、スポーツコンベンションセンターをまあ作っていきたいという思いが伝わったんですけど、そこについてちょっとお答えいただけませんか。塩田知事。北埠頭の活用のあり方ということで申し上げますと、まあ、仮にサッカースタジアムが以外でということでありますが、まあ、様々なあり活用があると思いますが、一つの大きな要素としては、やはりその北埠頭には、港湾機能というものがあるということで、まあ、私も先般見ましたけども、5万トン以下ですか、3万トンクラスの、ラグジュアリーなクルーズ船が入ってくる場所としては非常に最適な場所であるというふうに高い評価をいただいておりますので、まあ、そういった要素も踏まえて、そのようなことも活用できるような活用の仕方というものがですね、何か考えられるのではないかというふうには考えております。長田康秀君。もう一点ですね、今ドリームポートを真ん中に置いたときに今北埠頭の話しました。そうするとドリームポートの中のスポーツコンベンションセンターの中に住吉町15万回がありますと、ここがですね、234件の意見募集を見てもですね、駐車場がもったいないんじゃないかと、ちょっと駐車場じゃなくても観光施設とかいろんな要素があるんじゃないかって、そういったさまざまな声があるわけですよ。しかし今県はスポーツコンベンションセンターで整備をしながら一方で駐車場の方を整備をしていこうという考えがあると、そこがですね、知事はその駐車場の整備を進めていくつもりなのか、あるいはさまざまな意見を踏まえた中で、それを軌道修正することはあり得るのかということについてお答えいただけませんか。塩田知事。スポーツコンベンションセンターの基本構想においては、住吉の15番街区も一体的に整備を図るというふうにしておりまして、その際には、住吉15番街区を駐車場ということでしておりますが、一方で、商工会議所からもさまざまなホテルの県整備とか、まあ、いろんなご意見がありますので、まあ、そういったことも踏まえながら、場合によってはその駐車場以外の活用ということもあり得ると考えております。その際の、スポーツコンベンションセンターで整備をすると考えていた駐車場についてはですね、その他の県営の駐車場等の活用等も含めてまた考えていくことになるというふうに思っております。長田康秀君。議長。
それぞれご答弁いただきましたが、国体についてはですね、先ほど知事も申し上げましたけれども、本当に我々スポーツ振興議連盟で、中止になってはいけないんだと。そういう思いでですね、文部科学省をはじめ、要請させてきました。そういう厳しい環境を乗り越えて、いよいよ来月開催されるわけですので、ぜひですね、このオール鹿児島で、本当に PR をしっかりとしていただきますことを強く要望しておきます。で、企業誘致は、やはり知事のトップセールさんですよ。それともう一つは民間。この民間をどう活用するか。ここがポイントですから、やってないこと言いません。ぜひですね、しっかりと、また強い、企業誘致に取り組んで、稼ぐ力の向上を、ご自身が言っていることにつなげていただきたいことを要望しておきます。で、本校区の街づくりは、もうこれまで幾度となく議論してまいりました。この場所でも、委員会でも。やはり市長たちと下津市との連携なんですよ。で、市長たちは先輩ですから、逆に下津市長にですね、本音で本気でやっぱしこの純粋にですね、真剣に語っていただきたいんですね。これ月に1回とかじゃなくて、もう大事な局面ですから、そのことをですね、強く要望して、次の質問であります。鹿児島国体、鹿児島大会の開会式、閉会式について端的にお伺いいたします。鹿児島国体、開会式、閉会式に、本県出身の長渕剛さん、恵美俊明さんはじめ、著名人の方々も出演されるということです。どういう経緯で出演されることになったのか、お答えください。また、来場者はじめ、多くの方々に感動していただける式典にするためには、小中高校生はじめ、出演される方々のリハーサルとにおける準備等が極めて大切だと考えますが、どのような取り組みをされているのか、お答えください。そして、鹿児島国体後には、全国障害者スポーツ大会が開催されます。開会式、閉会式を含めて、両大会が素晴らしい大会になるように、機運の醸成を図っていただきますこと、どのように取り組まれるのか、お答えください。次に、運営ボランティアの登録者数及び研修会ですが、鹿児島国体につきましては、募集人数が1900人に対しまして、延べ5409人。応募があり、また大会は4100人に対して3329人の応募がありました。国体に延べ1376人、大会に2568人を配置することのことであります。そこで伺います。両大会とも、この配置人数がですね、募集人数下回っていますが、大幅に下回った理由についてお答えください。また、現在の配置人数でしっかりと対応を図ることができるのか、お答えください。合わせて、ボランティアの登録者につきましては、県内各地域で研修会を開催してますけれども、どういう研修会をされていて、そしてすべての方々に、研修会できないわけですけれども、どのような内容で何名ぐらいの方々が参加をされたのか、それぞれお答えください。次に大会期間中の警備員の確保です。開会式、閉会式はじめですね、県内各地域で試合開催される中、各会場まで自家用車やバスまたは公共交通機関、利用されるわけです。で、会場によっては道路上における交通渋滞や、また会場周辺での混雑が予測されると予測されます。そこで伺いますが、最もですね、混雑が予測をされる国体の開会式ですね、警備員数どれぐらい見込んでいるのか、またすでに対応はできているかについてお答えください。合わせて、両大会期間中は、業務上警備員を必要とする建設業の方々への工事、またイベント等は控えていただきたいということなんですね。これ改めてですね、しっかりと丁寧に周知するべきであると考えますが、お答えください。次にスポーツ合宿の誘致等です。はじめに種目別の合宿受け入れの状況及び合宿誘致の取り組みですが、本県ではですね、このスポーツ合宿等を行った県外から延べ人数が、令和元年度が約16万人、令和2年度が約4万6000人、令和3年度が約6万3000人となっております。そこで伺います。令和4年度の県外からのスポーツ合宿の種目別の受け入れ人数。で、スポーツ合宿の誘致の取り組みについてお答えください。また、本県では、この DX を活用したホームページの改修や、スポーツ合宿等の窓口の一元化を図っています。で、鹿児島県のスポーツ合宿ガイドも、各地域のスポーツ施設、宿泊施設等を分かりやすいように作られているんですよ。しかし、県のスポーツ政策アドバイザーの国本氏と、複数回ですね、意見交換させていただいたら課題が見えました。その課題です。各施設における予約の管理です。つまり、いつの時期に、どれぐらいの期間で、どれぐらいの人数で、また必要な設備です。合わせまして、スポーツ合宿というのはリピーターが多いんです。で、新しく本県で合宿されたい方々が、なかなか予約が取れないと。で、私としては、この1年間を通じてですね、相談対応するためのスポーツ合宿におけるコーディネーターですね、それを設置をするなど、戦略的な合宿誘致に取り組むことが必要であると考えます。そこで伺います。今後の県としての合宿の誘致について、具体的にお答えください。
次に、薩摩おいどんカップについてですが、今年の2月下旬から3月上旬に、鹿児島県内4市、まあ、大学野球、社会人野球ですね、約40チーム参加をされて、交流戦を行いました。その経済効果、6億3000万になりました。また、交流戦以外に、子供たちへの野球教室をされて、企画してまして、私もですね、視察をさせていただきました。本当に子供たちが元気にいっぱい楽しんでまして、素晴らしい取り組みでした。そこで伺いますが、来年に向けて、前回の4市以外の市で開催考えてないのか、またどれぐらいの参加チームを想定されているのか、全体的な計画についてお答えください。さらに前回の交流戦を踏まえてですね、どういう課題があったのか、それを踏まえて前回以上の観客数を目指して、さらなる経済効果につなげるためには、にぎわいの創出や PR ですね、その実証をしっかりやっていく。そして次の交流戦にどのように取り組んでいくのか、お答えください。次のプロ野球チームのキャンプとサッカーチームプロアマ交流戦の開催については要望に変えます。まあ、鹿児島県では鹿児島市であります県立球場と市民球場で1972年からですね、2007年、これ千葉ロッテマリーンズが一軍のキャンプしてました。で、オープン戦もだいたい1試合か2試合あったんですね。で、2軍の初期キャンプも日置市の湯本球場と薩摩仙台市の球場で実施をしてました。しかし、2月の気温が鹿児島県を沖縄県と比較すると低いと。で、沖縄県と低いから、また各施設の老朽化が進行して改修できないということで、まあ、沖縄県に移ったわけです。で、気候的には沖縄県と比較しますと、宮崎県はですね、鹿児島県の一緒ぐらいなんですよ。その中で、読売ジャイアンツとかソフトバンクホークス来てまして、5球団来てるんですね。まあ、つまり、申し上げたいのは、ぜひですね、1軍難しいかもしれませんけど、2軍、3軍をね、しっかりと知事ね、私も一緒に応募いきますよ。お願いしたいと思います。で、次、サッカーチームも1月中旬から2月中旬まで J リーグが12チーム、韓国の K リーグ2チームキャンプしています。で、極めてレベルが高いチームが来てるんですけど、認知度は低いんですね。ゆえに、しっかりと PR をつなげていただいて、できればですね、また交流戦の企画等もしていただきますことを、これ要望して終わります。失礼します。千代森国体全国障害者スポーツ大会局長。鹿児島国体全国障害者スポーツ大会に関するご質問のうち、まず、鹿児島国体の開閉会式に出演する著名人についてであります。鹿児島国体では、長渕剛さん、めぐみ俊明さんのほか、宮下純一さん、榎木隆明さんなど、本県出身の著名人に出演していただきます。開閉会式では、本県の多彩な魅力発信などの演出効果を高めるため、全国で活躍する本県出身著名人の出演について検討交渉を進めてきました。開会式のオープニングプログラム司会には、テレビの情報番組で活躍中のめぐみ俊明さんを、閉会式の司会はスポーツキャスターの宮下純一さんを、式典演技の進行は映画や舞台で活躍されている俳優の榎木隆明さんを、選手等への激励メッセージは、鹿児島を代表するアーティスト、長渕剛さんを、また、俳優の迫田孝也さんや、歌手の唐島みどりさんなどについても、それぞれの場面に応じた出演についてご快諾をいただいたところです。次は国体の式典に出演される方々のリハーサル等についてであります。国体の開閉会式のオープニングプログラムや式典には、幼稚園児から一般まで、延べ約3400人の県民の方々が、自然、歴史、文化等、本県の多彩な魅力を取り入れたパフォーマンスを披露します。国体のために制作された式典演技と式典音楽の出演者は、昨年12月以降、それぞれのパートごとに各学校等で練習を重ね、7月からは白波スタジアム等で合同練習会を行ってきました。伝統芸能やイメージソングダンス等を披露するオープニングプログラムの出演者も、それぞれの地域や団体で練習に励んできました。今月30日に白波スタジアムで実施する総合リハーサルを経て、来月の開閉会式でお披露目することになります。続いて、両大会の開催に向けた機運情勢についてであります。開催機運の情勢については、これまで花いっぱい運動などの県民運動の推進、デモンストレーションスポーツ、カウントダウンイベント、県内の全市町村をつなぐ許可リレーの実施、空港や主要駅等での歓迎装飾などに取り組んできています。両大会の開閉会式については、本県ゆかりの著名人の出演や、式典で披露する演技等の見どころを周知し、広く一般観覧所の募集を行ったところ、募集人数を大きく上回る応募をいただきました。また、今月から来月にかけては、
新聞や県政広報誌、テレビ等で両大会の特集を組むなど、県民の皆様に幅広く広報活動を展開します。県としては市町村等とも連携しながら、さらなる機運の醸成に取り組んでまいります。次は運営ボランティアについてであります。運営ボランティアの募集にあたっては、開催延期後、新型コロナウイルス対策のために必要な人数を最大限に見込んで目標を設定していました。本年5月8日の新型コロナの5類移行を踏まえ、ボランティア登録者の活動可能な日にち、場所等を調整し、配置計画を見直した結果、募集人数を下回ってはいるものの、両大会とも運営に支障のない体制になったと考えています。研修会では、ボランティア活動の内容や、障害のある方への接し方などの説明のほか、客室乗務員によるおもてなし講習を行いました。県内5地区で21回の研修会を開催したほか、企業等への出張研修を9回実施し、1600人余りが受講されました。なお、受講にあたっては、チーム等の登録団体は、代表者のみの参加も認めており、また、希望に応じて研修用の DVD やテキストの送付も行いました。ボランティアの皆様のご協力をいただきながら、全国から訪れる方々を、真心のこもったおもてなしでお迎えしたいと考えています。続いて、警備員の確保等についてであります。国体の総合開会式会場となる白波スタジアムなど、鴨池公園は多くの方々の来場が見込まれ、会場周辺の道路では関係車両等が集中し、混雑、渋滞が想定されます。運営にあたっては、来場者の入場管理、会場内外の巡回、車両の誘導案内等の警備を行う必要があり、当日は約700名の警備員を配置する計画です。このため、今年度の早期に警備会社と契約し、県内、県外から必要な人員を確保したところです。両大会に配置する警備員を確保するため、これまでも警備員が必要な工事、イベント等は、両大会の開催期間を避けていただくよう、国や市町村、建設業等の関係団体に配慮調整をお願いしてきました。今年度、4月に改めて文書で依頼するとともに、8月には運輸、交通、経済団体等との会議を開催し、協力を要請したところです。今後とも各競技会場を運営する地元市長とも連携して、安全かつ円滑な大会運営に努めてまいります。越田観光文化スポーツ部長。スポーツ合宿大会の誘致等についてのうち、まず合宿の受け入れ状況及び誘致の取り組みについてでございます。令和4年度に県外から本県でスポーツ合宿を行った種目別の受け入れ人数は、延べ人数で多い順に野球が約3万4千人、陸上が約2万7千人、サッカーが約2万5千人となっております。昨年度の合宿誘致の取り組みにつきましては、各競技団体本部の訪問や県外での事業団等を対象といたしました誘致セミナーの開催、薩摩ウイドンカップ参加チームへの合宿誘致などに取り組んだところでございます。本年度につきましては、昨年度と同様、県外での誘致セミナーの開催や、各競技団体本部への合宿誘致などに取り組むほか、鹿児島国体大会で訪れます競技関係者に対しまして、市町村とも連携をし、合宿誘致や来月新たに開設いたしますホームページの PR を実施することといたしております。次に、来年の薩摩ウイドンカップの計画や、前回交流戦の課題を踏まえた取り組みについてでございます。来年の薩摩ウイドンカップにつきましては、前回同様、鹿児島市、薩摩仙台市、日置市、姶良市の球場を中心に40チーム程度が参加し、2月下旬から3月上旬にかけて実施することとしており、来年は新たに大隅地域での開催についても調整を行っているところでございます。また、前回の交流戦におきましては、運営スタッフの不足や周知広報の遅れなどの課題があったことから、現在、来年の交流戦実施に向け、県内開催などと、スタッフの確保や早めの周知広報について調整を行っているところでございます。加えて、より魅力ある交流戦となるよう、スタンドでのブラスバンドによる演奏など、にぎわいの創出についても検討を進めており、県といたしましても引き続き、同大会の開催に向け、積極的に支援をしてまいります。長田康秀君。議長、
自席からですね、国体関係について再質問をさせていただきますけど、先ほど急の情勢について取り組みについて答弁がありましたが、しかしですね、県民の方々から一体どこで、どんな試合が見るのかと。競技会場に行けば競技見れるんですかっていう質問が多いんですよね。確かに県はホームページ等で、競技日程掲載しています。しかし、高齢者の方々はなかなか見れなかったりするんですね。で、一方でまたパンフレットも作って、これ素晴らしいですよ。しかし、これ、競技の観覧法など書いてないんですよね。掲載されてないと。そこで伺いますけれども、この細かいことが大事でございまして、この競技の情報など、県民の皆さんにしっかりと分かりやすく情報発信することが大切だと考えます。お答えいただけませんか。千代森国体全国障害者スポーツ大会局長。両大会の各競技の情報発信についてのご質問いただきました。両大会の開催競技や競技日程等については、パンフレットやホームページで周知広報する以外にも、各競技の内容や日程、会場案内などを分かりやすく記載した観戦ガイドブックを作成し、希望者には総合案内所等で配布しているところであります。先ほども答弁しましたが、国体の会期前実施競技が行われている今月から、本会期中の来月にかけては、多くの県民が目にする新聞、テレビ等を通じて幅広く情報発信を行うこととしています。先日は国体の会期前実施競技について地元紙で特集が組まれたところであり、今後とも両大会にかかる情報話題を報道機関に提供し、新聞、テレビ等のご協力もいただきながら、高齢者を含む多くの県民に分かりやすい情報提供に努めてまいりたいと考えております。長田康秀君。教育長です。この両大会が鹿児島で開催されることはですね、鹿児島子供たちにとって感動を得られる大事な機会だと。で、そこで端的に申し上げますけれども、県のいわゆるですね、県立学校や各市町村教育委員会に対して、できるだけこの子供たち、児童生徒ですね、促す取り組みしていただきたい。それは企業の情勢につながると考えます。お答えいただけますが、端的にお願いいたします。教育長。現在、市町村の国体担当部署から、地域の学校に対して感染の呼びかけや調整が行われているところです。研究いたしましても、県立学校や市町村教育委員会に対して学校の状況に応じて児童生徒の感染の機会を設けるよう周知したいと考えております。長田康秀君。越田部長に薩摩オイノンカップについて、再質問いたしますが、先ほどですね、ご答弁いただきました、魅力ある大会にしたいんだと。で、私が思うのは、日本一の大学チームと日本一の社会人チームが参加していると。ここが大事なんですよね、オイノンカップって。こういうハイレベルなチームが参加していたことが大事だって。で、そこでですね、前回参加していただきました、薩摩オイノンカップに、そういうチームの方々はどういう評価だったのか、そして合わせてまた来てくださるのか、そこをちょっとお答えいただけませんか。越田観光文化スポーツ部長。はい、今年2月に、オイドンカップに参加していただいたチームにつきまして、まずトヨタ自動車は、7月に開催されました都市対抗野球大会において優勝をされました。また NTT 西日本につきましても、惜しくも、大会において優勝を逃しましたが、近畿地区を1位で通過したということで、オイドンカップに参加したことを非常に、この結果につながったものだというふうに評価をいただいております。また金谷体育大学におきましても、全国大会で、好成績を収めることができたのも、オイドンカップを理由に挙げていらっしゃいます。またちょっとオイドンカップとは外れますけど、今年の夏の甲子園野球で決勝に戦いました慶応高校、それから仙台育英高校、この両チームとも実は、鹿児島の、南薩摩市、枕崎市で春のキャンプを、合宿をやっていただいているところです。このようなことから、各チームからはですね、私も実行委員会とともに7月に、各、企業さん、大学、また来年、今年の参加のお礼と来年の、参加のお願いでもありましたが、非常に高い評価をいただいておりまして、来年も参加していただけるものと思っております。まあ、県とした実行委員会とも連携しましてですね、うどんカップの参加と春キャンプの 本県での定着に向けてまして、これからもお願いしていきたいと考えております。長田康秀君。次の質問です。教育における課題問題です。はじめに県立高等学校の募集定員についてですが、率直に募集定員に満たない高校数多くありますね。今後もそのような状況が続いていくならば、受験をされる中学生の方々も定員割れをしている学校では入学がしやすいと考えます。つまり全体的に学力の低下につながらないと危惧いたします。そこで伺います。知事に伺います。県立高校の募集定員割れについてどのように受け止めていて、どのような課題があると考えているのか、そして今後の対策について具体的にお答えください。で、次に南信中高校です。知事自身男女共学化、全寮制廃止につきましてはマニフェストに掲げています。しかし生徒保護者の間で反対の声が根強いと。
また8月10日に私どもの会派に保護者の方々が要望書を提出されました。その中で、ぜひ知事自ら生徒保護者へ説明していただきたいという、そういう切な要望が記載されたんですね。そこで伺いますが、知事はマニフェストに掲げて実現したいんであれば、やはりですね、この何州国に出向くと、自らの考え方をしっかりお伝えされて、生徒をはじめ保護者の方々の生の声を聞いてですね、丁寧に聞いて、その中で着地点をですね、しっかり乱すことが大事だと考えますが、お答えください。次に桜川丘の洋学校の跡地です。この一部は、今月5日に開始されました医療的ケア児ですね、このセンター使用されてまして、この当該施設の解消、私は本当に喜ばしかったです。しかし、まだですね、この大半が使用されてないんですよ。で、私は、やはりこの跡地ですね、空いてる、将来的に福祉と教育の連携できるような形を取っていただきたいと考えています。そこで伺いますけれども、この桜川丘の洋学校の跡地はどう考えているのか、また跡地の利活用について速やかに進めていくべきであると考えますが、お答えください。次に中学の設置については代表質問の質疑が交わされているので割愛いたします。で、不登校児童生徒の支援ですが、毎年毎年本県の不登校児童生徒増えています。で、公立私立を含めて小中高校生で4034名なんですよ。そこで今年4月に教育長に就任されました児童所教育長に伺います。本県の児童生徒不登校児童生徒が増え続けているこの現状ですね、どう受け止めているのか。で、教育行政のトップとしてその課題問題に対してどのような取り組みを図られていくのか、教育省の考え方が具体的にお答えください。そして不登校の特例校は3月議会で一般質問いたします際に、当時の教育長、県教委としても県外の不登校特例校の視察を行うなど情報収集を行っています。近年特に小中学校で不登校児童生徒の数が増加していることを踏まえると、義務教育段階における教育機会を確保するための選択肢の一つで検討する必要があると考えており、全国の事例や制度の概要等を各市町村教育委員会に情報提供を行い、設置について検討を促しているところでありますと答弁しているんですね。そこで伺いますが、今後県外の不登校特例校の視察は何を基準に、誰が視察をして、どういう情報収集されて、その情報等をどの市町村教育委員会に提供されるのか、その設置に向けた検討についてですね、それぞれお答えください。次に農業試験所跡地の農業試験所跡地ですが、これ児童相談所の設置なんですけれども、鹿児島市から農業試験所跡地の31街区の一部について、児童相談所の整備工事として検討したいという相談があったと。で、県は鹿児島市による児童相談所の設置は、児童福祉の充実等の観点からも望ましいとの考え方から、鹿児島市から正式に活用の申し出があれば、鹿児島市へ売却する方向で対応したいと考えているという話です。また、同市街区の一部につきましては、第10管区海上保安部、本部から職員宿舎の設置の要請として活用したいと要望書の提出があったと聞いています。そこで伺います。児童相談所の整備工事の検討について、鹿児島市は今後どのような検討を進めて、いつまで結論を出すつもりなのかお答えください。また、第10管区海上保安本部の職員宿舎につきまして、施設の概要及び同本部への売却の見通しについてお答えください。最後の質問です。農業試験所跡地の25、26街区の利活用ですが、一時はですね、体育館の工事に挙げられたわけですよ。結果として工事に選定されなかったと。そのような中、谷山地域の方々からは、一日も早く利活用を進めてくださいという声が多数あります。そこで伺います。県におきましては、両街区について民間事業者への売却に向けた検討を進めるとしておりますが、これまでの検討状況及び今後の見通しについてお答えください。またですね、この未利用財産の売却というのは、いわゆる県の歳入確保につながると。で、仮に農業試験所跡地の残るすべての街区、これ売却するだった場合、どれぐらいの売却金額になるのか、それぞれお答えください。以上、3回目の質問といたします。塩田知事。南春校の教学化等の実現に向けた生徒や保護者等の協議についてであります。南春校の教学化や通学生の受け入れについては、教育行政の施行機関である教育委員会において教育行政の観点からどうあるべきか検討すべきものであると考えたところであります。このため教育委員会において令和2年度以降、生徒や保護者、周辺市町の関係者などのご意見を伺うとともに、教学化等に向けた課題を整理し、今後の進め方やスケジュールについて検討してきました。令和3年度以降の入学生に対しては、学校説明会等において男女共学通学生の受け入れに向けた検討を行っている旨を周知してきました。さらに令和4年6月には、全寮制男子校を前提に令和2年度以前に入学した生徒が
中学校卒業後に段階的に共学化等を行う案について意見聴取を行ったところであり、この意見聴取結果については保護者に対し説明を行っております。教育委員会では生徒や保護者の意見を踏まえ、全寮制男子校を前提に入学した生徒に配慮する必要があると考え、その生徒が高校を卒業した後の令和8年度から女子生徒や通学生を段階的に受け入れる方針を取りまとめました。教育委員会においては生徒や保護者、関係市長の市長のご意見を踏まえてこの方針を決定したところであり、県民の皆様方の理解は得られるのではないかと判断したところであります。また私自身も令和5年6月に南春校の保護者や卒業生の方からの求めに応じ直接お会いしご意見を伺いました。教育委員会においては先月31日に生徒との丁寧な意見交換を行っており、また今月30日には保護者説明会を予定していると聞いております。今後とも教育委員会において丁寧な説明を行っていくものと考えております。児童書教育長。県立高校の定員割りについての受け止めと今後の対策等についてでございます。県立高校では令和5年度は61校のうち55校で定員割れとなっています。こうした学校では少子化等の影響により、特に通学手段が限られた中山間地域や離島等の学校で小規模化が進んでおり、その進行は本県の教育課題の一つとして認識しているところであります。このような小規模校では教員数や学校施設などの教育資源に限りがあり、生徒の多様なニーズのすべてに一つの学校で対応することが難しくなっていることから、県教委では令和3年度の魅力ある県立学校づくりに向けた懇話会の取りまとめ等を踏まえ、現在魅力ある県立高校づくりプロジェクトとして複数の小規模校が合同で行事などを行うためのサポートや通貨改革としての新学科設置などのこれまでにない取り組みを進めながら県立高校の魅力化を図っているところです。次に桜学科養護学校の跡地の利活用についてでございます。桜学科養護学校廃止後の建物については、今月5日開所した医療的ケア児等支援センター利用者の利便性等を考慮し、その出入り口及び通路として一部使用されていますが、建物及び敷地の全体的な活用については現時点では未定となっております。県教委としては跡地等の活用について、同一の敷地内にある子ども療育センターなど関係機関の意見も伺いながら丁寧に検討を進めていく必要があると考えております。次に不登校児童生徒数の増加に対する見解及び今後の取り組みについてであります。令和3年度の本県公立小中高等学校における不登校児童生徒数は、先ほどご質問にもありましたように合わせて3688人と過去最高となっており、生徒指導上の喫緊の課題であると捉えております。不登校児童生徒への対応については生徒指導提要にも示されている通り、学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立する方向を目指すことができるよう適切な支援を行うことが必要であると考えています。このため新たな不登校が生じないよう、児童生徒にとって学校が安全安心な居場所となるための魅力ある学校づくりや分かりやすい授業の工夫等に取り組むことが必要であると考えております。また不登校の兆しが見られたり、不登校の状態にある児童生徒に対しては保護者と連携しながら、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家を含む学校が一体となった支援を行うとともに、各関係機関と医療福祉分野等の多職種の専門家と連携しながら、個々の状況に応じたより良い支援を行うよう、各学校各市町村教育委員会に指導助言をしてまいりたいと考えております。不登校特例校の設置に向けた視察等についてでございます。不登校特例校については、本年3月に国から示された不登校対策のプランにおいて
すべての都道府県政令指定都市への早期の設置と、将来的には希望する児童生徒が居住地によらず通えるよう、全国300校の設置を目指すとされたところです。市町村には、学校教育法により義務教育諸学校の設置義務があることから、学齢児童生徒への教育機会確保等の施策は、市町村教育委員会において推進すべきものと考えています。このため、県教委では公立の不登校特例校の現状と課題の把握、教育課程や施設等に関する情報収集を行い、市町村教育委員会へ提供する必要があると考え、不登校特例校の視察を行うこととしました。具体的には、支援体制が充実し、不登校特例校の先駆けとして、創立19年目を迎える八王子市立高尾山学園を県教委の担当職員が視察する予定です。県教委としては、不登校特例校の設置を検討している市町村教育委員会と連携を密に図りながら、調査研究し、設置を促してまいりたいと考えております。山本総務部長。農業試験場跡地に関しまして、まず児童相談所の整備等についてでございます。鹿児島市におきましては、児童相談所の設置の検討にあたり、農業試験場跡地の31に外区と鴨池公園駐車場候補地としておりまして、現在、施設概要、整備期間、整備費用等について比較検討を行っております。今後、鹿児島市では、児童相談所の設置検討に関わった外部会議の委員の意見を聴取しました上で、年内には検討結果を市議会の関係委員会に示し、できるだけ早い時期に候補地を決定する予定とお聞きをいたしております。県としましては、鹿児島市による児童相談所の設置は、児童福祉の充実等の観点から望ましいと考えておりまして、同市から正式に31に外区の活用の申し出があれば、同市に売却する方向で対応したいと考えております。第10管区海上保安本部からは、31に外区の一部について、職員宿舎の設置のために活用したいとの要望書の提出がございました。具体的には、31に外区の一部の約6000平方メートル程度の敷地に、おおむね5階から7階建ての100戸規模の職員宿舎を建設することを想定しているとお聞きをしております。県としましては、同本部による職員宿舎の設置は、宿舎が不足している状況等を勘案しますと、必要性が高いと判断をしまして、同本部に対しまして、31に外区の一部を売却する方向で対応したいと考えております。同本部からは、令和7年度予算で購入予算を要求予定とお聞きをしておりまして、その場合、令和7年度中には売却できるものと考えております。なお、鹿児島市には31に外区に同本部の職員宿舎が設置される可能性があることは、事前にお伝えをしておりまして、同市からは31に外区に児童相談所を設置する場合は、同本部の職員宿舎の建設を踏まえた施設の配置等を検討し、利用者のプライバシーの確保に十分配慮するとお聞きをしております。次に民間事業者への売却等についてでございます。農業試験場跡地の25、26外区につきましては、国と鹿児島市の活用意向がなかったことを受けまして、不動産鑑定士のご意見等も踏まえつつ、民間事業者への売却に向けた検討を進めてきたところでございます。その結果、売却方法につきましては、地方自治法上、一般競争入札が原則とされていること等を踏まえまして、建築物の用途、住宅、店舗、病院、福祉関連施設、学校などに制限した鹿児島市の地区計画を前提に、一般競争入札により売却をしたいと考えております。また、両外区がそれぞれ一定のまとまった面積を有し、複数の民間事業者の入札参加が想定されること等を踏まえまして、両外区をそれぞれ一つの区画として売却をしたいと考えております。今後、入札実施要領の策定作業等を進めまして、本年度中には入札広告を行った上で入札を実施したいと考えております。農業試験場跡地の25、26、31に外区の売却予定価格につきましては、今後、不動産鑑定士による鑑定評価を行いました上で決定をしてまいりたいと考えております。なお、3外区の土地の評価額について、現在の近傍の路線価をベースに参考までに試算をいたしますと、約43億円となっております。長田康秀君。知事にですね、たびたび再質問させていただいてますが、私はさっき知事に聞いたんです。県立高等学校の募集定員の定員割れをと。で、教育長は答えたんですよ。で、61校中55校は定員割れな知事。ここをですね、知事、私は思いますけど、やっぱしっかりと卒業生は分かってるわけですから、計画を作ってですね、しっかりとした形を作っていければと思うんですけども、それについてですね、どう受け止めてるのか、
ご所見をいただけませんか。塩田知事。今教育長が答弁しましたように、55校が定員割れということでございます。まあ、定員割れの程度も様々でございますが、中山間地や離島における学校においては非常に小規模校化が進んでいるという中で、いかに教育機会の確保を実現していくかということで、小規模校の連携のあり方であるとか、あるいは魅力ある学校づくりということについて、教育委員会と一緒にしっかりとこういったことに取り組んでいきたいというふうに考えております。長田康秀君。で、不登校の特例化についてですね、今回教育庁ですね、非常にこの夜間中学の整備というのは僕は評価してるんですよ。で、これ県がしてましたと。しかし不登校の子どもたちは4000人以上いるんです、校私立合わせて。で、何が言いたいかというと苦しんでるんですよ。保護者の方もみんな悲しんでるんですよ。それでやっぱし私はですね、知事に申し上げたいんですよ。ぜひですね、知事、市町村という枠じゃなくて県立で、県でですね、一個モデルを作っていただきたいと。本当にこの不登校の方々の思いというのは非常に強いんです。どうかですね、知事、そのご所見というかですね、ご見解をお伺いいただけませんか。塩田知事。不登校の生徒が大変増えているということは非常に本県にとっても大きな課題であるというふうに考えております。まあ、そうした中でどのように教育を提供し、あるいは居場所を作っていくかということについては、今後も教育委員会また市町村とも連携して検討していきたいと思います。長田康秀君。教育における課題問題についてですね、まず申し上げましたが、県立高校の定員数のやっぱり定員割れですね、これはしっかりと計画を作って3年5年スパンでですね、そういった道筋をつけていくことが大事ですね。そこをしっかりと知事、教育長、しっかりとした形でお願いします。私も何度も質問してますから。で、南信中高校はやはりもう出向いていただきたいと。知事、やっぱりしっかりと政治家ですから、知事のマニフェストですから、意見交換をしていただいて、直接ですね、しっかりと本気で意見交換させていただいて、その中で保護者の方々も間違いなくですね、知事の思い、知事の考え方を聞くことが大事ですよ。これは教育委員会の話じゃなくて、知事自身のやっぱりマニフェストでございますから、そのことを改めて要望しておきます。で、フリースクールは正直今授業料払えないんだと、学校に行けないんだと。だから不登校の特例校なんですよ。特例校は公立ですから授業料気にしなくていいんですよ。だから私は不登校の特例校とかがこだわってるんですよ。フリースクールの財源が例えば補助して、また補助がなくなったって、そういう形になるわけですよ。ですから、私はしっかりと、また、そういう不登校の特例校につきましてはですね、粘り強くまた進めていきますことを、改めて要望させていただきます。農業試験場としてはですね、しっかりと、まあ、動かなかったものが、ようやく動いた感じがしますんで、着実に進めていただきたいと思います。最後でございますけれども、今後もぜぜひで、県民感覚を忘れずに、議会活動を進めてまいります。一般質問終わります。ありがとうございました。これで本日の日程は終了いたしました。明日は午前10時から本会議を開きます。日程は一般質問及び議案の委員会付託などであります。本日はこれで散会いたします。